ラウンド1は我々のチームの技術を当たり前のように見せるだけでクリアできると思っています。なので今まで我々が培った技術というのを当たり前のようにエクスプライズ財団の方にアピールして我々の技術の素晴らしさを伝えたいと思っています。行くぞ